こんにちは、チキチキバンバン、マリコです。シモです。はい、今日はこの 2000W の大容量高出力のポータブルバッテリーブルッティ AC200P っていうものを、なんとありがたいことに私たちにご提供いただいたので、その紹介をしたいと思います。はい、ちょっとね、紹介するだけだと面白くないなと思ったので、この後端材を使ってプチ DIY なんかもしていきたいなと思うので、うん、ぜひ最後まで見てください。これの最大の特徴が、容量が 2000Wh で定格出力が 2000W っていう、もうね、ポータブルバッテリー界のモンスターなんです。やばいね。はい、ではまず左上にある電源を押してみます。はい、ポチッ。結構押し心地も高級感あっていい感じ。確かに画面もかっこいい。はい、モニターがつきました。はい、でこれタッチできるんですよ。すごい、めっちゃかっこいい。いいよね。まずこのトップビューでは、このリアルタイムに今何ワット充電してるか放電してるかっていうのが分かるの。うん、まあ、例えばソーラーパネルから充電した場合は、ここに何ワット今、充電してますっていうのが出ます。うん、でこれを開くと、もうちょっと細かいのが見れて、電圧とか電流とか電極みたいな細かいものが見える。いいね、分かりやすい。本当になんか直感的にできる、操作ができるね。ね、じゃあそれぞれ各ポートの説明をします。はい、まずこの3つが DC のアウトプットになります。はい、で一番左が 12V25A の車用車用ポート、うんうん、こんな感じになってます。これちょっとどこで使うのかあんまり分かんないよね。うん、正直分かんないでその右にあるのが、うん、まず上が 10A のシガーソケット、はい、こんな感じ。うん、で下が 3A の DC のジャックを挿すポートになってます。はい、これね、最初はさ、何に使うか分かんなかったけど、うん、実際に自分たちがさ、ライトの DIY をした時に、うん、これに合ったジャックをつけてつなぐことができて、すごい便利だったよね。ね、なんかさ、自分で DC のジャックをつけるっていう発想全くなかったよね。うんうんうん、なんかこれはとてもね、ついてていいなって思いました。はい、じゃあこの3つ、はい、これは USB の出力になります。うんうん、この PD60W っていうのが、うん、USB Type-C の急速充電用ポート。これ見慣れてるね。うん、よく使うね最近は。ね、Mac とか。で、あと USB Type-A、 これがなんと4つもついてるの。めっちゃ便利じゃん。ね、うん、同時にいろいろ充電できるね。うんうんうん。でラスト、はい、これが AC の出力です。うん、でなんとね、この AC コンセント用のポートが6個もある、うん、やばいよね、すご。だってさ、普段 DIY しててさ、うん、今あの延長コード4つ口、うんうんうん、ちょっと散らかってるけど、いつも私たち DIY でこの4つ口の延長コードを使ってるけど、これでさ、足りないことほぼないよね。うん、なんかカメラの充電とかしながらでも全然足りるよね。足りる。結構ここがさ、うん、混雑してる時あるじゃん。うんうん、もう一個欲しいなっていう時とかもあるから、そういう時もすごい便利かも。確かに確かに。なんとなんとこれだけで終わらず、うん、この上の面に携帯用のワイヤレス充電がついてる。すごー、最新だね。すごくない？じゃあ充電するためにオンにします。はい、お、じゃあ我々の携帯を充電してみましょう。ほい、おー、すごいね、置くだけでいいんだね、楽ちん。ねえ、しかも2つあるから喧嘩せず充電できる。じゃあ次に入力用のポートを紹介します。はい、これは左側にあって、うん、こんな感じです。2つついてます。まず左側、こちらが車のカーチャージと、あとソーラーパネルからの充電用になってます。で右側が今度は外部充電とかの AC アダプターからの入力ポートになってます。はい、これでこのモンスターの全概要の説明終わり。いや、すごすぎる本当に。なんかもうありすぎてさ、うん、全部活かせ尽くせるのか、うん、ねー、これ一個で本当になんか安心そう、キャンプとか行ってももうね、これで使えない家電を探す方が難しそうじゃん。確かに。じゃあ次に付属品について紹介します。で付属品は全部入力のためのものになっています。でまずこちらなんですけど、これが 100V の充電のためのもので、
AC 充電ケーブルを含めて、まあ、AC アダプターです。で次この3つのケーブルが 12V の充電用のものになっていて、でこれが XT90 変換アダプター、でこれがソーラー充電ケーブル、でこれがカーチャージケーブルになります。であとこの付属品たちを入れる収納ケースもついています。じゃあちょっとこれの接続方法は図解で解説します。付属のケーブルの接続の仕方はこんな感じです。ソーラー充電と外部充電を同時にすることができて、 700W のソーラーパネルとこの 400W の AC アダプターを同時に充電した場合、なんと最短で 2.5 時間ほどでフル充電ができちゃうみたいです。DIY をしながらこのポータブルバッテリーのレビューをしていきます。はい、ちょっとこの天井で余っちゃった端材を使いたくて何作れるかなって考えた結果、妻の愛犬アポちゃんの柵を作りたいと思います。ありがとうございます。今ちょっとね段ボールでみすぼらしい感じだからね、そうちょっと可愛くアップデートしていきたいと思います。はい、居心地はどうですか？眠そうだね。これが今の、あらおて何ですか、かわいい。今ね、この段ボールの紙を1枚ペッて貼ってガスを防止策みたいな感じしてんだよね。そうだけど、今回新しく、まあ、この辺に策を作りたい、うんうん、イメージはお、アポ監督がしっかりプレゼンさせてください。これがハメ板、ハメ板ほいほい、でこれ、これ、これが1x2 で、アポはここから監督なので、うん、見守ってほしいなと思います。かわゆいです。この新しい案はどうでしょう、監督。かわゆい。 OK だそうなので、これで進めます。進めましょう。見て、できたよ。できましたぞ。どう？いいでしょ。アポのだよ、これ。早速、設置するよ。アポのために作ったよ。おぉ、いいじゃん、いいじゃん。かわいい、かわいい、かわいい。シャラララララ、じゃじゃん、どう？かわいい。めっちゃかわいい。せっかくならこのアポのイエスやつ切り取って貼っとく。そうしよう、そうしよう。よ、おー、いいね、かわいい。あ、かわいい。かわいいぞ、これは。まさか、こっちの方がかわいくない？うん、かわいい。と、あとの家だよ。いいね、ハイタッチ。ハイタッチちょうだい。あー、かわいい。はい、ということで、アポの柵作戦、大成功。イエーイ。いいですか？気に入りましたね。ん？お散歩行こう。行くぞ、はいです。行く、散歩行こうね。で、今日は充電をします。充電の方法は5つあって、そのうち今日は太陽光充電と外部充電をやっていきます。まず最初に太陽光パネルからやっていくんですけど、
私たちはそのためにこれを買いました。じゃん。太陽光パネル用のケーブル、うん、でこの先っぽがこの付属してあるインプット用の太陽光ケーブルのこの先っぽとくっついて充電ができるようになるっていうことです。はい、じゃあちょちょいと工事していきます。いいよ。はい、で次にこれをバッテリーに接続して充電します。てかさ、だって電流も流れてないからなんかおかしい気がするよね。電圧だけ来てて電流流れてないかも。え、なんかもしかしたら電圧が足りてないのかも。え、なんかホームページ見てるんだけどさ、うん、ソーラーパネルからの充電は 35V から 150V の電圧範囲に対応しており、え、最大 700W まで可能ですっていう書いてある。え、じゃあもう太陽光発電をしたかったら、うん、もう1枚積む かてか夜のやつに変えるとか、そういう手しか手がない。オーマイガー、積みました。まさかの事態ね。いや、ね、想定外すぎたね。ね、じゃあちょっと太陽光パネルの方のケーブル一旦抜きます。うんうん、はい、外部充電 AC 充電の方を挿します。はい、どうだったかな、充電されてるかな。次こそ、お、なんか今カチッて言った。おー、すごい。これだよね。これ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 でどのぐらいで充電がたまるか検証していきましょう。おう、1時間経ちました。すごい、 82% 82%、うん、ということは 25% アップぐらい。おー、すごーすごいすごい。1時間で 25% ってことは4時間でフル充電できるってことじゃん。ね、すごいね。こんなでかいのにだよ、ね、すごいすごい。ということで今日はこのブルーティー AC200P を実際に使ってみながらレビューしてみました。はい、でいいなと思った点はもうやっぱり大容量、うん、大出力である点と、うん、まあ、あとはもう使いやすさ、うん、もうなんかね、うん、初めて使う時もさ、説明書見なくてもさ、もう直感的にポン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 なんか ねやったらできたよね。ね、ここちゃんここちゃんみたいなね、うんうん、ね、誰でも使いやすいデザインになってるなと思いました。うんうんうん、ちょっと私たちが実際使ってみて、あともう一歩だなって思うて、やっぱ太陽光発電、うん、太陽光発電が 35V 以上しか使えないところ、うん、まあ、あと2つ目はやっぱ大きいから超重いんですよ。うん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 、これだけで27キロあって、うん、せーの、よいしょ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 、せーの、重いね、という感じになります。はい、もうめちゃね、うんうん、腰やりそうだからしっかり足からそうよいしょってやんないとちょっとね、持ち上げるの大変だね。まあ、でも、うん、そういうところを考えても、うん、超優秀なポータブルバッテリーであることには変わりはない。間違いない、はい、これから私たちのキャンピングカーにはクーラーとかもう大容量な家電をいっぱい置いていく予定なんですけど、うん、この大容量のバッテリーがあったら安心だなと思います、はい、実は私たちの車では以前まではサブバッテリーシステムを入れていたんですけど、このポータブルバッテリーに変更することにしました、はい、まあ、というのもやっぱりサブバッテリーだとすごい工事するのが、2人とも電気工事士の資格を持っているわけではないので 100V の配線の工事ができなくて、まあ、戸惑ってしまったり、うん、誰かにお願いしなきゃいけないっていう状況になっていたりして、ちょっとやりづらかったところがあったんだよね、うんうん、そうだね、うん、やっぱり旅に出てトラブルとか出ても、うん、自分がわからない部分がトラブっちゃうと、うんうん、ちょっとね、どうしてる、どうしたらいいかわかんないので、うん、もう全部知っときたいなっていう気持ちもあって、うん、この初心者でも使いやすいポータブルバッテリーに変えることにしました。ということで、これから私たちのお供はこの子になります。はい、はい、相棒。相棒、よろしくな。よろしくな。ということで、今回も見ていただきありがとうございました。少しでもいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。バイバイ。